皆さんどうもこんにちは、ナモです。さて今回も引き続いてかぐや様はここから世帯第8話を見ていきたいと思います。前回は文化祭の準備会でしたね。前回は会長がかぐや様に弱音を吐くシーンがありました。かぐや様は会長が自分に弱さを見せてくれて嬉しそうでしたね。その時のかぐや様の表情はお美しすぎました。さて今回は前回に引き続きドキドキの文化祭会になるのでしょうか。二人の恋愛頭脳戦がどうなっていくのかまた見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。かぐや様は心伝い第8話です。 GO! おたまのチャンネル。じゃあいきますね。3、2、1、とこい。始まりました。オープニングから始まりですね。冗談じゃないもっとおお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 お予想を立てていたんですけれども、もしかしたら告白するかもしれない。なんかね、友達から聞いた話なんですけど、かぐや様の3期はマジでやばいという話があるんですよね。そのマジでやばいっていう意味が、もしかしたら文化祭会にあるんじゃないかなと私は睨んでるわけですよ。たっ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 た。まあそのね、そのやばさが、文化祭で発揮されるってなったら、もしかしたらね、会長とかぐや様が告白し合うかもしれない。でもね、告白したらもうそこで恋愛頭脳戦は終わっちゃう、かぐや様が終わっちゃうわけやから、どうなるんやろ、見ていきます。 CM、 あ、 CM じゃなかった、危ない危ない。CM じゃなかった。おお、白金家ですね。中等部の文化祭、中等部の文化祭と高等部の文化祭は別々の日に行われんねんな。午後あたりにケイちゃんの文化祭を偵察しに行くんですね。学ランで目立つ、学ランは目立つ。多分あれやんな、ここのさ、生徒会長の証があるから目立つんだよね。お兄ちゃん、おしゃれを要求されてますよ。これフラグじゃない。会長っておしゃれやったっけ。なんかダサさしかイメージないねんけど、自分の兄がどういう人間なのかよ。はい、予想した通りです。クソダサ多すぎん。顔が上から、顔から下がさ全く違うのよ。会長こんなイケメンな顔、あこれでフィットしたね。頭がファンってなったらすごいフィットしたけど。会長かわいいのにな、もったいないな。ドクロ、あーあー。そしてネックレスの一体型。これは島村かな。あがら、あがら。中学生か小学生の格好やんこれ。ドラゴンスタイル。そして私が気になったのはこの十字架ね、ネックレスの十字架ね。ひどすぎん。これはひどすぎるやろ。中二の時に買った服、まあドンピシャですね、中二って感じ。ジュース2本がしまえるリュック。く
ソダサすぎて後ろ姿もクソダサい。おう。いい蹴りです、めちゃくちゃいい蹴り、ケイちゃん。ここにつける、ここにつける、こっちでしょ、ですよね。はいはい、こっちはおじいちゃんおばあちゃんかな。こっちかな。あ、パパン帰宅。パパンがそっちのスタイルやん。若作りしてるおっさん衆。おう、ケイちゃんコーディネートですね。ろくな服がねえ。ひどすぎる。もう T シャツに黒ジーパンでいいのよ、それだけで。ええ、あ、古着で我慢し続けてきてんや、そっか。あ、一瞬映るわ、かぐや様の顔ね。ちょっと待って、これもしかしてこれ原作のイラストかな。急になんか入ってきたね、原作イラストが。これは演出の一種かな。あ、ケイちゃんのために我慢して、そっか、古着で着ててんな。え、時計、ムーンウォッチ、へえ、いい時計じゃん、もしかしてこれは。あ、そうなんや。おお。時計よね、男のロマンですよね。息子に受け継がれるっていう感じもロマンですわ。月に手を伸ばさんとするものの時計、かっこいい時計やん、ムーンウォッチ。ケイちゃん、ケイちゃん、男のロマンを、ケイちゃん。有り金全部出して2500円。てかケイちゃんめっちゃいい足してるよな、さっきから。美しすぎん？ケイちゃんへそくり？ご自分のお金？へえ。いい家族やな、白金一家って。なんかそんなにお金はないかもしれへんけどさ、なんか中つま寿司、中つま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 む寿司、日本語。中東部の文化祭、え、いいやんね、おしゃれじゃんね、会長私服いいじゃん。あ、なるよね、なるよね、そうなるのよ、妹さんね、嬉しそうですね。自慢の兄なのよ、結局は。そう、そりゃそうよ。顔良くて、生徒会長で、妹に優しくて。これは愛情の裏返しですね。あー、素敵な兄弟。あ、CM。はい、CM 終わり。パッパブーン！サンプル。シューチンせんべいとシューチンまんじゅうね。このキーホルダー何？なんかハートのアクセサリー、なんかこれ見たことあんねんけど、なんやろ、なんかで見た、なんでやろ。若者の心臓を火にくべ、えぐくない？心臓を捧げた。いやー。
奈良時代の風土記にある。これリアルトーク？リアルトークというか、ほんまにあんのかな、奈良時代に。ハートトゥーハートってそういう意味があったんか。まあそうやな。かぐや様、現実的、リアリスト。ねえ。おお、まあいいんちゃう。ハートトゥーハートやからさ。ハートの贈り物をすると、永遠の愛がもたらされる。こういう話好きやんな、かぐや様。この間その相手と結婚。ああ、マジで効果あるっぽい。これはかぐや様、ちょっとね、期待せざるを得ないんじゃないですか。サンプルゲットできてましたね。ということは、これを会長に渡せばハートトゥーハートになるんじゃないでしょうか。かぐや様、かぐや様から渡すのがいいのでは。でも、永遠の愛。かぐや様の妄想の世界が広がった。ハートをあしらったものを送る、しれっと。かぐや様劇場が開催されました。あー、懐かしい、この感じ。一期の頃のこのね、バトルね。この考えすぎなかぐや様の性格。変わらないね。かぐや様はこうやってさ、いろんな案を講じてるわけですけれども、もうそのキーホルダーを渡しちゃったらいいだけじゃないのねえ、かぐや様。やばい、なんか、ハーサカみたいな立場になってる私。バカみたい。そうよ、考えすぎよ、かぐや様。劇場が潰れてる。ついにかぐや様が何をビクビクしてるの。こんな臆病に。仕事たくさんやな、大変やな会長。会長、みんなのことも考えて。かぐや様超好きやん。あ、かぐや様、会長のこと超好きやん。やばいな、心境の変化かぐやさんにもある。ダメだこりゃ、ダメだこりゃ。水玉のハンカチでも一つだけハート。ハンカチ、認めた。会長じゃない、かぐや様が認めた好きという気持ちを。
あさかも照れてる。恋愛は好きになった方が負け。やばいな、この原作のイラストがさ、すごいさ、キュッてくんねんけど。かぐや様の、多分これ原作の漫画やんな。あー、好きって認めたことで安心してんな。なんかさ、早坂にとって今年最大のニュースだった。CM。 はい、 CM 終わり。すごいね、かぐや様の心境が変化あって、前回は会長の心境の変化があって、これはなんか来るぞ、身構えよ。認めたね、認めたね、かぐや様。ハック。かぐや様は告りたい。告りたい。かぐや様は告りたい。え、今のタイトル、かぐや様は告りたいやった？告らせたいじゃなくて？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。今回の話。どういうこと？わー、またいろいろ考えてるかぐや様。もうかぐや様の悪い癖あって、いろいろ考えすぎちゃうところ、しかも悪い方向に。うん、かぐやさん行こうよ、もう告白しちゃおうよ、行こう行こう。もうそれいつまで引きずってんの、好きになった方が負け理論。あー、いつものかぐや様や。石神くんも仕事頑張ってんね、文化祭委員会。翼先輩仲いいね。付き合ってる。この反応、2秒前の私。マジで？流れで付き合った。文化祭マジック。文化祭マジック。文化祭の準備を経て、急接近する男女。そうなってカップルになっていく。それが大仏さんと体育祭の団長？告白されて、まあいいかな。現実的。論理的に考えて、男いるでしょう。好きかも、大仏ちゃん。肉食系大仏ちゃん。ごめん、大仏じゃないな。キサラギ、キサラギ、キサラギやったっけ？ごめん。名前を間違えてる。石神くん？石神くん？何を考えてた？うん？石神くん？だが？おさらぎや、失礼。団長とおさらぎが付き合ってるとなれば、ということは、よっしゃー、はい、ここ、ショーシャンク。はい、ここ、ショーシャンクオマージュ。
チャンス到来っすね。さあさあ、暑くなってまいりましたね。石神くんも告白するんでしょうか。ダサンで告白するつもりはない。チャンスを逃すわけにはいかない。そっか、先輩もう少しで卒業しちゃうからか。男や石神、よう言うた。もし振られたらって考えたら怖いけど、うん、ナイス励まし、かぐや様。今行く、今告白する。ああ、一緒に文化祭回ろうって誘うねんな。いい考え。石神くんは勇気を出すのよ、かぐや様。かぐや様はどうするの？それならかぐや様は？チカちゃんかわいい、チカちゃんかわいい、ハートを持つチカちゃんかわいい。あ、そろそろ文化祭が始まるね。会長の考える告白方法ですか？この BGM さ、全然前世って始まりそう。文化祭スタートでーす。いろんな人たちがいろんな思いを掲げて、ここで文化祭開幕。そしてで終わり。やすきみの、そしてちょっと待って、そしてってナレーションが言っててんけど、続きは、続きは、なんかさ、二つの告白って言ってたけど、二つの告白って多分石神くんとかぐや様の話をしてたんかな。それともかぐや様と会長の告白の話をしてたんかな。 Yes, 君の、うわぁ、なんか嫌なこと言うけどさ、石神くんの告白なんか叶わなさそう。むっちゃ嫌なこと言うけど、大丈夫？大丈夫？石神くん、はい、終わった？予告なし？予告なしか。それとっていうナレーションが気になりすぎる。はい、ということで見終わりました、かぐや様第8話です。感想に行きたいと思います。あたまのチャンネル。
はい、ということで見終わりました。かぐや様は告らせたい第8話でした。伸ばすね、引き伸ばすね、文化祭編。でもね、今回ね、やっとね、かぐや様の心境の変化を感じれましたね。感じれたというか、思いっきり認めてますやん、かぐや様。いや、分かってたよ、かぐや様が会長のこと好きなんて私らからしたらね、もう分かりきってたことよ。でも今回初めてかぐや様が自分の口で会長のことを好きだと認めたんですよ、認めたんですよ。これは大きな進歩ですよ。プラス石神くんがかぐや様にもいい影響を与えてくれてましたね。ドキドキワクワクの文化再会、来週に引き伸ばされました。くー、どうなるのか楽しみにまた見ていきたいと思います。それではまた、かぐや様は告らせたいでお会いしましょう。バイバーイ。やあ。